富永ボンドのラジオボンドバ。こんばんは。ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。今日は私富永ボンド一人でお送りさせていただきたいと思います。年度も新しくなってですね、皆さん慌ただしくお仕事中の方もまだいらっしゃるかもしれませんが、軽く耳を傾けていただければと思っております。今週もよろしくお願いいたします。この番組は富永ボンドの作家活動をテーマ、つなぐ接着するに基づき、さまざまな分野の話題をボンドでつなぐトーク番組です。アートに失敗はない。富永ボンドのラジオボンドバ。今週もまずはガチャガチャでメッセージを選びたいと思います。ラジオネーム岸川まんじゅうさん、タクシーの方ですかね。ありがとうございます。ボンドさんの好きなタイプは何ですか？シンプル。こういうやつも読むんですね。はい、僕はですね、結構ね、ネバネバしてて、ちょっと粒感があって、ちょっと甘みのあるタイプが好きですね。納豆ですね。納豆巻きがもう大好きなんです。最近ね、納豆巻き毎朝食べてて、免疫力めっちゃ上がってて、で、喋ることが最近すごい多いんですよ。まあ、ラジオもそうだし、ライブ配信やっててもそうなんですけど、ライブ配信とかはね、20時間ぶっ続けでやったりとか、喋りっぱなしですよ。10時間、20時間ずーっと喋りながら絵描いたりとかしてるんでね。僕の好きなタイプは納豆です。ありがとうございます。次行きます。ラジオネームフクロウさん、ありがとうございます。ボンドさん、こんばんは。スマホの壁紙が無料でダウンロードできるのはとても素敵ですね。コロナ情勢ですが、気分転換でいろんな壁紙にしたら毎日が楽しくなりそうです。作品が増えたらぜひ追加してください。ありがとうございます。そうなんですよ、まさしく、そういった意味を込めて壁紙ね、無料ダウンロードにしたんですけれども、120点ぐらいありますかね。120点140点、結構な数あるんですよ。で、これなんで無料にしたかというとですね、皆さんに着せ替えで楽しんでいただきたいなっていうのもあったし、やっぱ何回も何回もね、見るわけじゃないですか、一日の中でスマホの画面ってね。で、その時になんかやっぱり明るい画像やとさ、気分上がるじゃないですか。もだし、通販サイトのボンドストアってやってるんですけどね、そこの原画作品を掲載している商品ページ、原画のページにあるんですよ、もう原画の壁紙みたいな画像が。それもうダウンロードできちゃうから、結局ね、有料にしてももう意味ないんですよね、壁紙とかね。で、有料にしたとこでそれ買わなくない？買う？みんな買わないよね。そうだから、壁紙してもらってって、あボンドのやっぱいいなって、こう一日でね、1回でも1週間でも1回でも思っていただけたらさ、またこう、じゃあスマホケースちょっと使ってみようかなとかね。で、またそのスマホケースをその方のお友達が見て、何それってなったらさ、やっぱりアートの良さっていうのがさ、伝わっていきやすくなったりするわけじゃないですか。入り口ですよ。ぜひ毎日書いてください、ふくろさん、ありがとう。次行きます。ラジオネームラストチャンスさん、久しぶりですね。ありがとうございます。こんばんは。少しずつイベントが復活してきたように思います。コロナ禍でなかなか思い切ってイベントに行くことができていませんでしたが、
感染対策をしっかりして気になるイベントやライブに行ってみようかと思ってますっていただいてます。そうですね、ありがとうございます。確かにコロナ禍でね、行く側もそうだし、やる側もさ、リスク高すぎてやれなかったんですよね。まあ、ちょっとずつ、僕たちやる側もね、で出る側もさ、少しずつ緩和はされてきているけれども、まだまだやっぱりイベントって、なんか縮小開催とかね、規模縮小とかっていうのが多くてね、有田陶器市、僕今年出る予定だったんですけど、やっぱり規模縮小でね、ライブペイントもブース出店もちょっと取りやめになっちゃったんですけど、早くね、昔みたいにわーっとこう人が集まって賑やかにできるようになったらいいなって思ってます、祈ってますよ。ずっと昔の PV とか見てたらさ、フェスのやつとか撮ってるんですけど、ものすごい人いるんですよね。ものすごい人おって、でもくっつぎながらわーって騒いでんですよ。ありえないですよね。もうなんか逆に気持ち悪くなってしまって、もう これが今もう新しい日常ってこういうことかって思っちゃって、懐かしいし、なんかいいな、昔の人ただ集まって騒いでるだけなんですけど、いいなって思っちゃうぐらい、なんかそんな世の中になっちゃったね。でもちょっとずつね、希望の光は出てきていると思うし、もうあとちょっとじゃないかなっては思うけどね。僕来月聖火リレー出るし、本当はみんなでわーって応援してほしかったけど、無観客とかになるのかな。寂しいですけどね。もう今はね、祈るしかないというところでしょうか。感染対策をね、しっかりしていけば大丈夫やと思いますよ。気をつけていてくださいね。ラストチャンスさん、ありがとうございました。今週のメッセージは以上となります。皆様メッセージどんどんお寄せください。どんなのでもいいです。好きなタイプなんですかとかでもいいので、はい、宛先は番組の後半でお伝えいたします。皆様ありがとうございました。今週は何の話をしようかなと思ってたんですけどね、僕の展示会毎年夏に、お盆の時期、8月のお盆の時期に富永ボンド展っていうね展示会、4年連続で、開催させていただいていたんですが、去年はオンライン展示会となりました。で、その前の年まで、夢タウン佐賀さんの方で開催させていただいたって言った時に、スポンサーさんをしていただいてた、ホンダカーズ中央佐賀さんですね、車屋さん、ホンダの車屋さん、ホンダカーズ中央佐賀のトス店の方で先日ワークショップを行わせていただきました。定期的にさせていただいてるんですけど、トスは初めてでですね、佐賀東店というところにはよく行ってたんですけど、トスが今回初めてで、皆さん見たことあると思うんですよ、佐賀の人は。僕のド派手な柄のステップワゴン、ラッピングしてある車、今丸々1台ですよ。しかも結構いいグレードのやつを1台作っていただいてて、であれも展示してっていうね、ワークショップ久しぶりに開催できてすごく楽しかったし、最近はワークショップのお誘いもね、あんまり多い方ではないので、子供たちとね、それからお父さんお母さんとね、おじいちゃんおばあちゃんとかも来てね、ご家族でみんなで、絵を描くっていうワークショップをさせていただいたんですけど、やっぱりね楽しいですね、みんなで絵描くっていうのはね。でなんとね、これちょっとラジオでしか言わないんですよ、ラジオでしか言わないんですけど、ホンダカーズさんでワークショップするときね、費用はね全部ホンダカーズさん持ちなんですよ。で大体僕ワークショップやるときって、A5 サイズってわかりますか、 A5 普通のプリントの半分のサイズで500円なんですよ、参加料が。で A4 サイズ、普通のプリントサイズで1000円なんですよ。これホンダカーズさん負担なんですよ。だからホンダカーズさんでやるっていう時は、無料でボンドアート創作できて、しかも作品は持って帰れるの、お得。その代わりちょっとだけね、ホンダカーズさんのねお話ちょっと聞いていただけたらねいいなとは思うんですけどね、また定期的に開催させていただくと思いますので、僕のツイッター、インスタグラム、フェイスブック、
それからホームページのブログチェックしておいていただければ、はい、あの情報開示しますので、ぜひその時はね遊びに来て絵描いて、持って帰って思い出作ってほしいなというふうに思います。はい、あのアトリエ開放日でもねやってますんでね、毎月第4日曜日は佐賀県多久市にあるアートスタジオボンドバでボンドアートの創作ワークショップできます。はい、皆さんぜひチェックしてください、よろしくお願いします。そして、先月の、新商品がピアスイヤリングでした。で今年は毎月新商品を発売していくって言ってるんですけども、今月4月はまだ内緒ですまだ内緒まだ内緒なの。これもね SNS チェックしててくれ、まあ多分ねあの4月の後半の番組中には言うと思うんでね、ラジオ番組ももちろん聞いてください。そして楽天市場の方の出店、これがね4月の中旬ぐらいにはもうオープンすると思います。今ねバッタバタページ作ってんですよ、楽天市場。あとあの普通のというかオフィシャルの公式通販サイトはボンドストアです。で楽天市場の方がボンドアートストアです。ボンドアートストアで検索するとスマホケースとかアクセサリーとかね、いろんなグッズ取り扱うサイトが出てくると思いますんで、楽天ポイントが使えるようになったんですよ。すごくない？めっちゃ大変でしたけど、審査厳しくて、今本当多いんですって出店しようとしてる人たちがね。いやようやくねできましたので、皆様今後とも何卒よろしくお願いします。そしてあのもっともっとね皆さんの生活を豊かに彩られるような、アートグッズ、生活に近いアート作品、アートグッズを作っていきたいと思っておりますので、今後の富永ボンド並びにボンドストア、ボンドアートストアをご贔屓にしていただければというふうに思っております。そしてこのラジオ番組ね、富永ボンドのラジオボンドは第284回ですけれども、今年もですねあの番組続けさせていただけることになりましたので、はい、もうどんどんねすごいゲストさん来られると思います。佐賀の方、長崎の方、今年もよろしくお願いしますということで、あのメッセージね送ってください、本当にお待ちしております。そしてインスタグラムの、ライブ配信の方もあのねラジオのリスナーさん見に来てくれるんですよ、インスタの配信とかも。うん、であの話しながら絵描いてるんで、ね、あのちょっと時間を拘束してしまいますけど、そちらの方もご覧ください。でラジオ番組はあの耳を傾けていただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。富永ボンドのラジオボンドバ、メッセージの宛先ですね、NBC ラジオ佐賀のウェブサイトのメッセージフォームから送ってください。はがきの場合は郵便番号 8400801 NBC ラジオ佐賀、ファックスの方は 0952-25-5650 番です。はい、もう何でもいいんでメッセージ送ってください。あんまりこうちょっとのすごい長い相談とかはですねちょっと端折って読みますのでいいんですけどね、はい、お待ちしております、よろしくお願いします。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。新しいゲストさんいらっしゃいます、よろしくお願いします。アートに失敗はない、ナビゲーターは木工用ボンドを使って絵を描く画家富永ボンドでした。人から人へと愛を知る。